眩しい、眩しいよ、非常に眩しいな。こんにちは、こんにちは、平山茂です。今日は11月10日ですね、水曜日、現在時刻は2時33分でございます。どうも皆様、本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。大丈夫ですからね。大丈夫ですから。大丈夫。大丈夫ですよ。大丈夫。今日はお休みです。お休み。何をしてるんだと。どこにいるんだと。もしかしたらね、思われてるかもしれませんけども、公園にいます。ただ昨日の公園とは違います。今日はちょっと私車をね修理してるので、今車を修理中ということでちょっとね待ってます。夕方って言われてるんですけどね、まあ先週と同じでもう少し早く終わるんだろうとは思うんですが、やっとね車ずっと調子悪かったんですけど、今日修理ということで、修理が終わるのがね本当に待ち遠しい状態でございます。本当にただすることがないんです。車がないのでちょっと本当することがないんです。暇すぎます。あそこにこのサッカーボールがねあるんで、得意のリフティングでも見せましょうか。いかがだったでしょうか。サッカーはね見るのはすごい得意なんですよ。すごい得意なんですけどね、リフティングは得意じゃなかったですね。一応ね終わったら電話がかかってくるよということなんですが、しばらくここで待ちたいと思いますね。どうも平山です。普段は私軽バンに乗って軽貨物の仕事をしております。水曜日がお休みで、水曜日お休みなんですが、もうあさってで仕事は終わります。あさってで仕事は終わりまして、来週の月曜日からまた違う仕事をする予定です。次はどんな仕事をするかというと、今まで通り軽バンに荷物は積むんですが、積むものが変わりまして、テレビを積む様子です。様子です。テレビを積んで、テレビが壊れちゃったっていう人のお家に行って修理をするっていうお仕事です。あくまで僕は補助作業員という形でね、テレビの取り外しだったり、テレビの掃除をしたり、テレビ周辺のお掃除をしたり、各ご家庭にね今後お伺いしてそういった仕事をする予定です。なのでワイシャツを着てネクタイをするという仕事になったんですね。もしかしたら見てくれている皆様のご自宅に私平山茂がお邪魔する可能性があります。そんな時はぜひ見て見ぬふりをしてください。決してあ平山茂だなんていう言葉は絶対に発しないようにしてください。よろしくお願いいたします。
今の仕事、今の仕事自体はもうあと2日で終わりですが、いい思い出がいっぱいあります。ただまた新しい仕事をするにあたってですね、また一からいろいろ覚えていくというところで、なかなか大変だと思いますけれども、私はもう生まれていくつの仕事をしたんだろうというぐらいしてきたためにですね、あんまり抵抗がないです。一から仕事を覚える、知らない人と一緒に仕事をする、知らない年下にタメ口で話をかけられてもですね、何の抵抗もなく、はい、すいません、すいません、本当すいません、ごめんなさいって言えるんで、そうやって私は生きてきましたので、何の抵抗もないんですが、まあ見てる方のね、中にはね、あんまりこう転職っていうことをね、経験したことなくて大変だなと思ってるかもしれませんが、全然大変じゃないんです、全然大丈夫なんです。また次のね、そのテレビの仕事もいつまでやるか全然決まってません。まあしばらくはね、無期限でやれるということなんで、まあまずは仕事を覚えてですね、しっかりこう慣れるように、慣れればね、だいぶ気持ちも楽になりますし、いろいろね、こう計画も立てやすくなってくるので、次の仕事がね始まると、ちょっとね、いつ休みなのかっていうのは、一応日曜日がね休みということは確定っぽいんですが、それ以外がねどうなるかっていうのはまだわからないので、今後ね、平山茂の大丈夫ジャーニー、いろいろね旅に出かけたいなと思うんですが、ちょっとねなかなか計画が立てられない状態でございます。またね、ちょっと遠出とかしたいんですけどね、まあでも確実に今できるってなると、多分年末のお休みになってくると思うんで、まあ年末の、ね、年末年始にかけてちょっとね旅に出ようかなとは思っておりますので、ちょっとね旅を待ってる、平山の旅を待ってるという方は、もう少し今しばらくお待ちください。ひとまずワイシャツ着て、ネクタイはめて、年内は一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いいたします。そして私も皆様を応援させていただきます。大丈夫ですからね。大丈夫ですから。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですからね。まだ電話かかってきませんね。あ、僕リフティング得意なの知ってます？もういいですか？もう大丈夫ですか？あ、そうですか。いやーね、ちょっとまあ車、ちょっとね長く喋りましたね、ちょっとね申し訳ございません。もうちょっとそろそろね車来ると思うんで、ちょっと車来たらまたカメラを回そうかなと思いますので、そちらの方で締めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。平山でございます。それでは車が、修理が終わった様子をご覧ください。それではさあ、無事に修理が終わりました。修理が終わりましたよ。無事に帰ってまいりました。いやー、今のところ、今ディーラーから出てですね、あ、時間が今何時だかな、3時半ぐらいですかね。そうですね、今3時半なので、3時半ですので、まあ先ほどの公園から30分後ぐらいですね。今ね、無事に終わりましたということで、スパークプラグ消耗大、プラグホール内オイル漏れ、ロッカーカバーオイル漏れ、まあちょっとね詳しいところはね、実際に目では見てないので分かりませんけれども、そうですね。まあ、26,565円なんですけど、まあ、ほぼ工賃ですね。技術料で2万円でございます。はい。部品代は5,600円ぐらいなんで、
全然ね、まあ、高知のがやっぱり高いと。まあ、言ってもディーラーさんなんでね。まあ、でもやっぱ安心ですね。もう、車はね、僕は素人なので、やっぱりもう、本当に、なるべくプロ中のプロにお任せしたいなということで、車は日産のクリッパーバンですが、三菱さんで修理をしていただきました。まあ、この車のね、製造元、販売元じゃなくて、製造元は三菱ということでね、三菱さんで作った車なんです。はい。ちょっと、すいません。ああ、ごめんなさい。はあ、大丈夫でした。大丈夫。もう大丈夫。そして、あなたも大丈夫。大丈夫ですからね。はい。本当に今日は一日ありがとうございました。いい休日でした。ではまた明日。また明日ですね。また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。治った。